はい、皆さんこんにちは、タツノリです。今回この動画では iPhone や iPad の画面上に映った QR コード、この QR コードをですね、読み取ってそのリンク先の URL ページに簡単にアクセスしていく方法を解説紹介していきたいと思います。はい、それではですね、実際にこの iPad やこちらの iPhone を使ってその画面に映った QR コードを読み取って、その QR コードのリンク先のページ URL にアクセスする方法を解説していきたいと思います。まずはじめにですね、このサファリのアプリでオンライン上に表示されている QR コードにアクセスする方法を紹介します。で、サファリのアプリを開きます。で、これがですね、そのサファリのアプリで開かれているオンライン上のページに表示されている QR コードになります。で、こいつをですね、まあどうするのかというと、まあ非常にやり方はシンプルで、この QR コードを指で長押しします。指で長押ししますと、このような形でサファリで開きますっていうのが出てきてますので、こいつをですね、指でタップしてやると、その QR コードのリンクが貼られているページに一発で飛ぶことができます。で、次にですね、その写真アプリに保存されている、こうした写真になっているタイプの QR コードにアクセスする方法を紹介します。で、その読み取りたい QR コードの写真をタップします。で、タップしますと、まあ、こんな感じで画像として QR コードが、まあ、ありますというところで、 QR コードの写真を開いた状態でその写真をですね、指で長押しします。するとこの画面の左の方にサファリで開くっていうのが出てきますので、そのサファリで開くというところをタップします。するとその QR コードのリンク先のページに一発で飛ぶことができます。で、今試したのが iPad だったんですけれども、 iPhone の方もですね、やり方同様でして、こちらの写真アプリ開いて、まあ、写真を開きます。QR コードを指で長押しします。リンク先が YouTube なんで、YouTube のリンクを開こうとすると、こんな感じで YouTube で開くとか、サファリで開くといった項目が出てきます。で、まあ仮にサファリで開くとやってやると、そのサファリでそのリンク先を開くことができます。